テルマルラジオ始まりました。テルマルラジオ、テルマルのテルとぴょんちゃんです。今回はテルとぴょんちゃんでお送りします。少し前にですねアップされたテルマルの2023年100のやりたいことリスト見てくれたかな。で、私のリストにぴょんと会話をするっていうのを書いたんですけど、ちなみにぴょんちゃんまだ言葉を上手に話せなくて、でも一応今もお話をする時間があるんですけど、それは寝る前にぴょんちゃんと毎日今日あった出来事などを話しててお休みってするんですけど、今回のラジオはですねテルとぴょんの寝る前の会話を録音したので、そちらをお届けしようと思います。会話になっているようでなっていないです。まあ聞き流してお聞きいただけたらと思います。それではお聞きください。どうぞ。今日朝パパと公園行った？ペイムずっと行っちゃうわけ。うん、公園行ってさ、滑り台のとこで、あ、おー、くじょうこけた。あ、こけた？やっぱり痛かった？手はついた。手はついたの？ほんと怪我はしなかった？怪我しないでよかったね。でもお洋服はすごい汚れてたよ。で、その後帰りは三輪車乗らずに帰ってきたの？抱っこで？あ、そうなの。なんでこけたら嫌になっちゃった？僕大きくこけたから。そうなんだ。明日は？明日どこ行く？大学。明日も行く？もうない。大学。明日支援センター行く人。ごめん。ごめん。ごめん。あ、やいやいやいや。
1位やったー、ママ1位やんな、嬉しい、リーちゃん。最後までお聞きいただきありがとうございました。最後ね、テルがはーっとため息をついていたんですが、会話にならなすぎて疲れたんでしょうかね。でまたぴょんちゃんがね、成長して上手にママと会話ができるようになったら、録音をしてラジオとしてねアップできたらなって考えてます。では最後までお付き合いいただきありがとうございました。てるまるのてるとぴょんちゃんでした。バイバーイ。